ありがたや、ありがたや。黒様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。 天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。 忍びが入り込んだそうじゃ、探してくれ。衰えたのは、引き込んでおいた。ああ、それだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ、放ってはおけぬでな。 太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。ああ、操め、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と強力に加え、今や刃も通さねえのじゃからな。まあその通りじゃが、無理くり着せているからの。何かあれば 鎧はすぐに剥がれっちまうさ。 Yeah.
Yeah!